洞窟魚科は、酒鈴木木にところ属する魚類の分類群の一つ。アンブリオプシスカールイはメクラサケ鈴木科とも呼ばれる。五族六種を含み、その多くは、洞窟内での生活に適応した、得意な進化を遂げたグループである。洞窟魚科の魚類はすべて淡水魚で、アメリカ合衆国南部に原局して分布する。所属する六種のうち五種は、 石灰岩の小乳洞や地下水脈に生息する、いわゆる洞窟魚である。他の一種は、大西洋に面した東岩に分布し、通常の河川で生活する夜行性の魚類である。暗闇に包まれた洞窟内での生活に適応し、資格を失った種類が多い。洞窟に住む5種のうち4種は、盲目魚で、眼球は、耐火的で、皮膚に渦漏れている。 機能する目を持つのは、スワンプフィッシュ及びスプリングケーブフィッシュの2種のみで、後者は、ケンタッキー州、テネシー州の地下水脈に分布する。体表には視覚に変わる感覚器官が発達し、水流のわずかな振動を敏感に察知することができる。訂生性,性で、カイアシ類、カイムシ類、当脚類を主に捕食する。アラバマケーブフィッシュ。 アラバマ州のキーケーブのみに生息する極めて稀な魚類で絶滅が危惧されている洞窟魚科に含まれる6種の内星は光が届かない洞窟や地下のミをに生息している洞窟内は一般に食料供給が乏しく生物にとって過酷な環境であるが競合者や捕食者が少ない環境変動がほとんどなく安定しているなどの利点も存在する 様々な分類群にわたる魚類が世界各地の洞窟で類似の進化を遂げており、その葉には10目19か136種に及ぶ。19かのうち11かはカラシンか、コイカなどの骨表上目の淡水魚が占め、4かはフサイタチウオカ、ハゼカなど本来は解散のグループが該当する。洞窟魚かは残る4かのうちの一つで、 所属魚類の大半が洞窟内での生活に特化した唯一の都がとなっている。洞窟魚の多くに共通して見られる適応として、皮膚の色素の喪失、鱗の退縮、光への感受性低下が挙げられる。一方で、側線や化学需要器など、体表の感覚器官は発達する。エネルギー面での適応も顕著で、洞窟魚科の内洞窟で生活する山賊は、 非凍血性のグループと比較して遊泳時の代謝効率に優れている。また、洞窟に住む魚類には狭い水域での遊泳に適した細長い体を持つものが多く、この傾向は洞窟業家にも当てはまる。暗黒の環境である洞窟には光合成を行う植物が存在せず餌となる有機物は外界からあるいは他のホラーな生物によってもたらされる。 慢性的な餌不足は、個体密度の減少を招き、洞窟魚か魚類の生息密度は1、平方メートルあたり0.005から0.15匹程度にしかならないと見積もられている。洞窟魚か魚類の繁殖サイクルは、非常に長く、緩慢である。繁殖は、年1回で、生成熟に達している個体の1割程度が、40から60個の大型の卵を産む。 卵は、メスのエラクーで4から5ヶ月にわたって保護され、体外受精後の新魚による保護としては、魚類の中で最長と考えられている。孵化後の成長及び生成塾に達するまでの期間も、遅く、寿命も長い。このような本科の独特な繁殖形態は、慢性的な餌不足、変化の少ない安定的な環境。 天敵及び主観競争の不在が反映されていると見られている。洞窟内という限られた生息範囲を持つ洞窟魚は環境の変化に対し脆弱であり近年の水質汚濁や外来種の移入によって存続を脅かされている。洞窟魚科も例外ではなく洞窟性の4種が国際自然保護連合のレッドリストにおいて絶滅危惧種に指定されている。 アラバマ州の特定の洞窟のみに生息するアラバマケーブフィッシュは最もリスクの高い絶滅危具合 A 類に位置づけられている。ノーザンケーブフィッシュ。細長い体を持ち、目は皮膚に埋もれ退化する。本種は例外的に小さな腹気を持つ洞窟魚科の仲間はやや細長い体と平坦な頭部を持つ。小型の魚類であり、体長は 最大でも9センチメートル程度にしかならない。小さく耐火的な眼球が特徴で、皮下に埋没していることが多い。背びれは0から2本の棘状と7から12本の軟状で構成され、尻びれは0から2棘ゲ7から11軟状。油びれをかき、ノーザンケ形ブフィッシュを除いて、腹気も持たない。側線の発達は悪いが、列状の間隔入刀が全身に配置される。 制御の肛門は近縁の海賊スズキ科と同様に、エラ膜の間に位置する。鱗は、円鱗で、頭部にはない。隙骨に歯を持つ。前上膜骨は分節状で、椎骨は27から35個。洞窟魚科には、ネルソンの体型においてこ族六種が認められている。機能的な目を持つスワンプフィッシュとスプリングケーブフィッシュは、かつては一つの属にまとめられていた。 サザンケーブフィッシュ。ジョージア州からミズーリ州にかけて比較的広範な地域の洞窟に分布する。ありがとうございます。